1対1だと割と話せますが、2人以上になると話に入っていけなかったりします。集団で会話をする際に気をつけることありますかってことなんですが、これはね、1対1でも1対多数でも全く同じなんですけれども、基本的には誰が主導権を握ってるのかってことを確認するのがいいですね。1対多数でみんなが喋ってる時に、本当にみんな平等にディスカッションに参加してることはほとんどないんですよ。実際は主導権を握ってる人がいて、その人の話に対してみんながどう反応してるかってところなんですよ。で、そこにうまく反応できてないと入れないなって気がすると思うんで、誰を中心に話が展開されてるのかってことを考えるっていうのはいいですね。これが一つ目。二つ目が、自分の得意な話がですね、入ってきた時だけ逃さないようにするっていうのはいいと思います。だから普段はそんなに喋れなくて、あ、そうだねとか、そういう考えであるねって言ってるんだけど、自分が明確な意見を言えるところだけはパシッと出て喋るということをやってあげると、これで主導権が握れる。あるいはそのね、その場の中にいて意味があるようなポジションにいるっていう印象を与えることができます。で、それもできないんだったら、もうほとんど喋んなくてもいいので、その議論とか会話が始める時の一番最初の一言だけ喋ってください。ごめん、ちょっと質問していい？つって、今日ってこれこれこうでこういうことをこういうふうに決めるってことでいいってことってふうにですね、確認するんですよ。みんなが知ってることを。一番最初にね。そう。で、そうすると、あ、そうだよって言ったら、あ、オッケーオッケー、分かった、ありがとうっていうふうにやると、最初に発言した人って、実はですね、最もですね、その会話の中心にいやすくなるんですよ。だからそういうテクニックをしてあげると、一体多数でも話しやすくなると思います。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。